長沼明は、日本の政治家、社会保険労務士。元埼玉県敷市長、元埼玉県議会議員、元市議会議員。東京都板橋区生まれ。足立町立足立中学校、埼玉県立浦和高等学校卒業。1年間の浪人生活を経て、1974年に埼玉大学教養学部に入学。 1980年、埼玉大在学中のまま25歳で、式市議会議員選挙に出馬し、初当選。当時史上最年少の学生主義であった。1981年、7年間在学した埼玉大学教養学部を卒業。以後4期13年にわたり、式市議を務め、1993年に埼玉県議会議員の補欠選挙に出馬して、 史上最年少で当選した。1995年、再選を目指して、埼玉県議会議員選挙に出馬するも、落選。1996年、再び、敷市議選に出馬し、得票数トップで5期目の当選を果たした。2000年の市議選でも再選。翌2001年、敷市議を辞職して再び、埼玉県議選の補欠選挙に出馬し、当選する。 2003年の県議選で参戦。2005年、埼玉県議を辞職。式市長選挙に無所属で出馬し、元式市助役で自民党、公明党の2党及び連合埼玉が推薦する小玉昭を破り、当選した。2007年、明治大学経営学部特別招聘教授に就任し、地方財政論の講義を担当。 2009年6月7日告示の式市長選挙に出馬。無投票により、同日2期目の当選。同年7月1日、市長に就任。2013年6月9日執行の式市長選挙に出馬。自由民主党、民主党、公明党の推薦を受けて、無所属で出馬した香川武文に敗れ、落選。得票数は、 香川13,950票、長沼11,165票、投票率は42.75%。ありがとうございます。